危ねえ。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の若頭だ。大丈夫か？横断歩道は歩行者が優先。そんなこともわからんのか？確かに青信号になったのを確認してから。救急車呼んどくれ。俺は信号無視もしてねえし、じいさんにぶつかってすらいねえよ。いい加減認めたらどうですか？失礼します。こいつの名前は有ヶ谷ゆき、マルボーの所属で、俺を追いかけ回してくる女刑事だ。結論を急がず、一旦釈放して後日取り調べを行いましょう。本当にあなたに罪がないのなら、その証言、物的証拠を集めるべきよ。事故の瞬間を捉えたカラー映像を探しているんです。警察の頼みなのであれば。昨日の事故の状況を改めて整理します。この映像をご覧ください。あなたが横断歩道を渡っているこの瞬間、信号は間違いなく赤です。赤信号だろうが、車が避けるのが当然だろう。信号無視をすれば歩行者にも責任は生じます。信号無視の罰則金、破損した車の損害賠償は免れません。なんじゃって。ヤ